えー、こんにちは、ナミさん。今回の事件はですね、まあ、世代交代というタイトルでお届けしようかと思うんですけども、まあ、世代交代というのがね、事件なのかどうなのか置いときまして、まあ、私ね、もうね、これからね、新しいことに挑戦していきたいなぁと思う反面、うーん、まあね、もうそろそろ世代交代をしないといけないときに、今さあ挑戦もないだろうみたいなところもあったりするわけですよ。まあ、ですんでね、まあ、年齢に応じた分野に、 トライしていこうかなというところもありますし、その一つが、まあ、政治的な活動かなと思います。ただ、政治運動といっても、実際に自分が、うん、立候補して、タレントとしてね、顔をさらし、名前をさらし、その言動でもって人の心を動かす、というふうな部分もありますけども、別の役割として、まあ、政治にはね、裏方っていうのが必要になってくるんですよね。裏方として、まあ、幹事長なり、 戦隊部長なり、それから単なるね、ボランティアであったりとか、あ様々な役割がある中で、まあ何ができるかなと。時には資金援助かもしれませんしね。うん財務担当みたいな感じで、えー、政治団体を支えるというところもあります。まあ私の場合は自分の政党というよりも、既にある既存政党の協力をする形で自分の主張を盛り込んでいくというところも、まあ現実はありますしね。自分が、 もし政治運動を始めるなら、今までの YouTube 活動で、影響力がね、限定的であるってことはやっぱり認められてはいけないのかなと思います。で、その意味でね、YouTube 活動っていうのは、まあそろそろ世代交代か、と思うこともあるんですよ。まあ、これはね、私が、あの、YouTube をやめるってことじゃなくて、例えば、ビジネスの発信、私もあんまりしてないと思うんですよね。うん、だからビジネスは、やっぱり若い方に任しおいて、 私はあのビジネスではなくてビジネスをする人向けの放送とかねそれからあまあ投資ですかビジネスの上には投資っていうフェーズがありますので、まあ、ビジネスをクリアした人に対して投資のコンテンツを提供するみたいなねうんそんな風にぼんやり思ったり思わなかったりするんですよその上でですよその上でビジネス投資その地盤を築くための法整備政治というものかなと思います もちろん私は法学部出身でもありませんし法的な知識っていうのは限定的なんですよね、まあ、ですので国会議員として法律を作る立場になれるかどうかっていうと相当な勉強が必要だと思いますもちろんだからといってやらないということじゃないんですけどもきっとですねこれからの時代に即した法律を作るにはやっぱり50になろうかという私じゃなくてねこれからの世の中その法律の運用をもとに 30年40年と生きていく20代ぐらいの方が向いてるのかなと思ったりするわけですよ。まあ、そこまで達観しなくてもね。私が政治の世界にもし入って、自分が政治家として国会議員なり市議会議員なりをするなりしたとしたら、きっと、私と同じ年代、ロスジェネ世代ですね。その人たちへの救済というのがテーマになるのかなと。ロスジェネ世代って言っても、 20代の頃に超昇華期を迎えジェネレーションをロストしてからというものをあれからもう30年ぐらい経つんですよねその30年がすっぽりデフレ不況派遣切りこういったものに見舞われて結局一回も日の目を見なかった時代それがロスジェネだったと思うんですよそしてロスジェネは10年経ったらいなくなるものではなくってこれから50代60代場合によっては 70代、80代まで生き残ってもロスジェネが続くんですよね。そして、ロスジェネを離脱することがあるとしたら、この世の中からいなくなっていくこと。50代、60代で、もしかしたらね、寂しい決断をしなければならないことかもしれませんし、希望が持てるとしたら、その中でも、早がってしまう人がいるってことなのかなと思います。うん。 まあ、いずれにしても私たち、ロズレネ世代ってのは、一億総中流の世の中に生まれ、真面目にやればこうなるだろうというモデルを信じて、受験戦争に挑み、就職活動に挑み、そして全てが時代の変わった、その流れで見放されてしまったということなんだろうなと思うんですよね。うん、だからね、非常に多くのことを思うんですよ。 私はたまたまこういう風になれて皆さんのおかげと世の中の流れが自分に向いたなとそういう風に思えるんですけどもいやほとんどの方はそうならなかったわけなんでねそういう人たちに向けて何かメッセージが送れないかなと同じ私たちも私はね同じ年代の40代の女性がシングルマザーなりもしくは ご結婚されていてもいまだに夫婦共に苦しかったりそしてね最も多い方が独身のままもうすぐ50ですみたいなね一体何だったんだろうかと女性としてそのまあ女性としてのね特質を発揮しないままここまで来てしまったということでね ここでは表現しにくいような切実なお悩みをいただいております。私としても答えようがないですね。それは。答えようがない中で、まあ残された選択肢、どのようにこれから発揮していくか、ということに目を向けざるを得ないかなと。うん。ナミさんね、これが本当の事件かもしれません。ちょっと思い出したんで言いますけども、本気で人を愛したことがないまま、そして、 誰からも愛されたことがないまま、もうすぐ50を迎えようとしています。お付き合いした人がいないわけではないけども、でも、乙女心を出して躊躇しているうちにその人も去っていき、次にいい出会いがあるかなと思ったらない。そのまま、もうすぐ50ですと。私は、よく言う、普通の人を求めているわけでも何でもないと。ただ、自分と少し、 時間をね、共にしてくれるそんな友人がいないかな彼氏ができないかなと思うままにこの年になってき、ま、してしまいました若い若いと言われる中でも鏡を見ればもう分かってますと私はもう50乙女心を、ね、大切にして恋愛に憧れる時期ではないのかなと思って自信を失っております さあこういうふうな女性の思いにうんどういう風に答えればいいのかなということですよね。な、ま、み、あ、さんなりになんかねちょっとねこの方って言ってもほとんどどんな人か分かんないと思いますけどもきっとねこの方はね20代のまんまもしくは10代の後半のまんま自分の時間が止まっているんじゃないかなと思うんですよね。 それは、そのうち自分にも絵に描いたような幸せが来るかもしれないと。一億、総中流の自分たちが生まれ育った家庭のような、そして自分が思い描いたような家庭が将来20代になったら30代になったらもしか来るんじゃないかなと。40代の自分にももしかしたらチャンスがあるかもなと思っているうちにもう50が来てしまったと。 49歳になっってしまった私と同い年ですね。久保さんと私は一体何だったんでしょうかどうしてこんなことになっちゃったんでしょうかいつかはいつかはと思ってる限りそして将来はと思ってるそのうちに将来が来てしまったとその将来というのはただ未来に憧れていただけのその未来すらなくなった憧れすら持たなくなった そんな現実を毎日鏡で見て、出てきた白髪を染めていますということなんですよね。うん、出てきた白髪を染めています。気持ちわかります。私も染めなければ十歳は老けてますからね、うんいや。本当に時間ってのは無常ですね。はい、ナミさん、事件です。 新しい分野に挑戦というタイトルで動画を頂い,いてねこんな暗い結末になってしまいましたけどもどうでしょうかこういった女性にもしね声をかけてあげるとしたらどんなことがあるでしょうか私なりに返信はさせてもらいましたけども奈美さんも同じ女性としての立場からね50を迎えようとしていまだに憧れていた暮らしが手に入らないそして 特にそれと引き換えに得たものがあるわけではないロスジェネ世代のこの女性に何か声をかけてあげてほしいなと思うんですけどもいかがでしょうかさあでは今回の事件は以上ですいってらっしゃい